ねえユミちゃん、私たちいつまでもお友達でいようね。同級生殺人事件。ランまだなのか。もうだらしないわね。普段お酒ばっか飲んでるからそうなるのよ。元気を出して。コナクもほら男の子でしょ。空手部首相と小学生の体力を一緒にすんなよな。わあ、綺麗。ダメだ。ねえ、ユミさんはどこに？この中で倒れてるの。暗くてよくわからないな。ユミよ、あの人影は絶対ユミよ。間違いないわ。でも鍵がかかってて中に入れない。コナン君、下がってて。というわけで、以上の状況から判断すると、被害者玲子さんはリサさんと間違われて、図書室で殺害された。容疑者であるユミさんは、両親の呵責に耐えかねて服毒自殺。容疑者のものと思われる遺書も、本人のワープロから発見された。しまった。みんな揃ってる。こりゃいつもの手で行くしかないか。これで間違いないな。森君、実に悲しい事件です。過去の因縁にまつわる復讐劇が凄惨な結末を。どうした。いや、これで結末を迎えたわけではありません。なぜなら犯人はユミさんではないからです。真犯人はこの中にいます。今から私が事件の真相を解明してご覧に入れましょう。よし、準備はオッケー。行くぜ。マユミさん、待つんだ。来ないで。それ以上近づくと、私。だってあの人。あの人、玲子さんに騙されてたのよ。玲子さん、本当はあの人のことなんか好きじゃなかったの。ただ私の恋人を奪って私を傷つけることだけが目的で、あの人を誘惑したんだから、そんなの許せなかったのよ。真由美さん、ごめんなさい。リサさん、これが私の本性なのよ。実直な優等生なんて真っ赤な嘘。意地っ張りで高飛車で
生まれてこの方素直になれたことなんて一度もなくて、今日初めて自分をさらけ出したのね。うん、遅すぎたわよね。何もかも手遅れ。だって許してもらえるはずなんかないもの。リサさんのかけがえのない友人まで奪ってしまって、私取り返しのつかないことを、ごめんなさい。待って、真由美さん、生きて、生きていて、もうこれ以上誰も不幸にならないで。夢とはこのことだ。門前払いは食らうわ、痴漢には間違われるわ。へえ、ろくなことなかったわ。せっかく花の女子高生と仲良くなれるチャンスだったのに。お父さん。え、あ、いやー、なんでもないなんでもない。ったく、年考えろよ。こんなことだからお母さん帰ってこないのよ。いやー、もうわしゃ最後まで母さん一筋。Yeah!